おはようございます。おはようございます。こんなもんかな。ちょっと映像はカクカクしてるかもしれないですけど、画質優先にしてます。どのぐらいですかね、これで。転送速度は大丈夫ですね。天気。じゃあ、朝の、昨日夜景見せたんですけど、朝の様子をご覧ください。すがすがしいです。声、鳥の声聞こえますかね。おはようございます。この景色ですよ。ちょっと太陽が雲かかってて、くっきりは朝日が出てないんですけど、朝日が出てないんですけど、こんな感じでございます。いいですよね。大都会長野、まあ長野ですね。で、流れてる川見えるかな？真ん中は天竜川が流れてます。で、2年前は、向こうの市街地か、その上あたりかな？の、上の方かな？の道を走ってますね。おはようございます。いや、これは、いか今、長良川って言おうとした、天竜川です。諏訪湖から、浜松まで流れてる川ですかね。河口って浜松でいいんだったっけ？で、あともう一つ。川下りか。ちょっと待ってください。そんで、こっからですね、北アルプスと中央アルプスと南アルプスが全部見えていて、手動フォーカスで手前に持ってきて、こんなもんだったかな。映る映る。浜松。先は、何先言ってたかな。それも行ったことあるんですよ。で、向こうの方にはですね、これで映ってるかな。ちょっとこれしか、枠が邪魔ですけど、木彫りの。わかるかな、これ。ちょっと、好きなスペインが。見えます？雪。ちょうどこの白枠の真ん中。これが北アルプスの最高峰の槍ヶ岳ってやつです。もうちょっとデジタル拡大しますかね。デジタルズーム。デジタル、あ、というかリアルタイムのプレビューだとこうなるのか。これです。このピッととんがってるのが、いや、最高峰の槍ヶ岳で3100何メートルって言ったかな？ 3100、200、ん？3280メートルだっけ？なんとかかんとか、3000なんとか80メートルです。で、これ写真に撮って、撮るともうちょっと、自転車はいけないでしょ、あそこ。まあ、担いじゃいけるのかな。で、こうすればわかりますよね。で、昨日これが見える見えないで結構みんな大騒ぎしてたんですよ。こっちから見ると、連山の右の方にピッと出てるだけなのに。でも雪が残ってるのははっきりわかりますよね。で、これが北アルプスの、一番高いあたりです。そう、朝、いや、これほんのちょっと、この朝の景色を見せるためだけなんですけどね。ドライブコース、そんなとこなんですか？で、あとじゃあ、さっき全体見せた、このあたりもズームで、おはようございます。こんな感じですよ、実際。肉眼で見るとこのぐらいははっきり見えますね。ちょっとくらいか。こんなもんかな。こう。このプレビューってなんとかなんないんだっけ？ディスプレイで。でも真ん中の近くはどうしても消せないのか。こんな感じです。晩飯美味しかったですよ。っていうか、晩飯が、宿代よりも晩飯が高いんで、ここは。ていうか、宿代が安すぎるんだよな。スペイン、ていうか、スペインとどこがやったか実は知らないです。こうかな。早起き、この後二度寝します。昨日酒盛りしてた人たちは朝6時から、キノコ採り、山菜採り行くらしいですけど、ジンバブエ。私は寝てようかな。朝ごはん7時半から。
こちらは今、朝5時半ぐらい、今。朝飯も。あ、どうだろう。朝飯は何なのか全くわかんないです。おお。こういうのを見えてます。あと、山菜いっぱいいいですよね。ここが天竜川。デジタルズームだと厳しいな。中洲はどれを持って中洲としてるんだろう。これ全体で言うと稲谷っていうとこなんですよ。外界の者ども、まだあんまり動いてないですね。車はどうだろうな。よっと。静岡何度も走ってますよ。静岡で一番覚えてるのは大井川鉄道かな。大井川鉄道を、昔、過去に2回走ってるかな。いや、3回か。朝は、ウィンドブレーカー羽織ってないと寒いです。若干。ウグイスですね。栃木はどうだっけ？いや、明らかに行ったことあるんですけど、どこ走ったこっけな。昨日の夜景、そうです。西側ですね。で、こっちの向きかな。この向きの中央に見えてるのが、中央アルプスかな、あれ。だったっけ？ああ、蜂蜜山、今、闇蔵山って聞こえたな。蜂蜜山は、どっから、なんだっけな。水郡線のあたりを、前、駅根で走ったときに、遠くから見てますね。中央アルプスですかね。じゃあ、ちょっとまた、そこのところ、ちょっと雲かかっちゃってるんですけどね、中央アルプスには、標高、そのぐらいなんですかね。900m。おっと。ここですね。見えるかな。これが中央アルプスの、こうした方がいいか。茅野を、今ここは1000、どうかな、200ぐらいだったかな。ちょっと中央アルプスは雲かかっちゃってますね。わかるかな、これで。あと、そこら辺に鳥が、ウィンブレ、そうですね。よし。で、残り時間はまだ20分ありますけど、この景色見せたかっただけなので、もうそろそろ終わろうと思います。この後また二度寝しないと。鳥の声いいですよね。ちょっとしばらく、ナレーションなしで放置しますか。列車の音だ。どこだ？列車。今日帰りますよ。列車の音は聞こえるんだけど、どこ走ってるか分かんないんだよな。おはようございます。そう、こんな時間に。カタンカタンって聞こえるけど、どれだろう。あ、いた。いたけど、肉眼でギリギリ分かるかどうかぐらいです。今日はどこか、今日高遠行った後に、杖衝峠の周辺の林道をちょっと走ろうと思ってます。あ、列車いるいるいる、ちょっと写真撮るので、ここその方放置します。天竜川の、あ、そうですね。見えた、どこ行った、いた。デジタルズームで、東海道に出て、いや、今日はまた中央線沿いに戻ります。中央本線沿いに。お、列車が光る光る光ってる。虫？え、虫います？そうか、コマ数が低いから。
取れた取れた。オッケー。飯田線一度乗ってみたいけど乗れてない。だそういえば飯田線乗ったことあったっけ？古民家もありますね。あ、あと古民家と、あと新しく景観対策で新しく作ったところもありますね。よっと。ピント合ってるか。こいつ、これ飯田線ですよね。なんとか無理やりズームで撮れました。まあこんぐらいの解像度ですけどね。すごいな。こう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 。サイドセブン。サイドセブンってどれだったっけ？落とされたやつは違いますかね。コロニー落とされたやつは。ああ、結構太陽出てきたな。ん？あ、木下駅のあたりですか、ここは。ちょうどに、真西の方に向かうと。あ、ガンダム、なるほど、あれか。こいつ動くぞのところか。おもちゃですね。2両か。2両ですね。おはようございます。で、この放送はもう終わります。この後私は朝ごはんの7時半まで、二度寝します。でも実はそんな眠くないんですよね。結構よく眠れた。ジオラマ。あ、じゃあ最後にちょっと30秒ほど、何も言わない時間を作ろうかな。あとでタイムシフトで自分で見るために。いい夢、夢見てないですね。おはようございます。音を切って、というわけで、じゃあこの放送はここで閉じます。雪は寒いでしょうね。ここ冬空いてんのかな。じゃあこれでありがとうございました。この朝早くから。じゃあなんだろうな、おやすみなさいかな。また寝ます。おやすみなさい。ありがとうございました。